はい、ガジャマルです。ソフトバンク Y モバイルの投げ売りがやばいことになっています。皆さん購入できましたか？特価機種は iPhone12 が一括9,936円、 Pixel 7 Pro が場所によりますが、今回行ったヨドバシカメラでは Y モバイル契約で一括11,800円、それに Xiaomi のハイエンドスマホ 12T Pro が一括11,800円、それに前からの Xperia 5 Mark 4も一括11,800円となっています。これはとりあえず買っておくべきスマホですが、残念ながら即完売となっています。在庫見つけ次第即在庫を確保して購入するのがおすすめです。それで今回ガジェマルが購入したのは iPhone12 と言いたいところですが、タイミング悪くインフルエンザ A にかかってしまって、スマホも PC も見る元気がなく、気づいた時には祭りが終わっていました。 iPhone12 購入できた方おめでとうございます。土曜の朝一からヨドバシカメラ、ヤマダ電機、エディオンをはしごしましたが、どこも Pixel 7 Pro と Xiaomi 12T Pro の在庫はなくて、家電量販店では買うことができなかったです。それでおすすめは、検索でソフトバンク在庫で調べると特定の機種の在庫を調べることができます。試しに Pixel 7 Pro を選択してカラーを選びます。それから容量を選んで、フリーワードで私の場合は大阪で検索してみると、在庫があるショップが出てきます。 Pixel 7 Pro の場合は在庫があったとしても電話をしてみると予約分で在庫がないと言われることがほとんどでした。それでガジャマルは Pixel 7 Pro を諦めて、ソフトバンクショップで Xiaomi の 12T Pro を一括9800円で購入してきました。iPhone12 も Pixel 7 Pro も買えない負け組で悔しいですが、 Xiaomi 12T Pro の在庫はまだいろいろな店舗に残っているので、 Pixel 7 Pro を買えなかった方におすすめです。あと注意点は、家電量販店だと有料オプションへの加入がほとんどないんですが、ソフトバンクショップだと有料オプションをマシマシにしてくるので、いらないオプションはすぐに解約することをおすすめします。今回の有料オプションは安心保証パックプラスと5分間通話無料になる準定額オプションプラス、それにセキュリティパックプラスと、今回初めての安心データボックスという有料オプションへの加入が一括特価の条件になります。それとプランの条件はペイと組む制限でした。これも高いので翌月に安いプランへの乗り換えがベストです。今回契約したのが18日なので、日割りなどを考慮すると初月は8712円となります。高いペイ得でも1万円切るので、中旬以降に契約するならそこまで損はしないと思います。最後に維持費を計算すると、定価109,800円の Xiaomi 12T Pro が一括9,800円で、初月が8,712円、それに2ヶ月目からミニフィットプラスに変更して6ヶ月維持したとして13,080円、7ヶ月間維持した場合の総額は31,592円となります。109,800円のスマホが31,592円で購入できるというわけです。これはやはり買いだと思います。現状家電量販店の在庫はほとんどないので、ソフトバンクショップの在庫を調べて順番に電話して在庫を確保するのが一番確実かと思います。それからソフトバンクの特価端末は一度買うと次買えるのは180日後になるので、どの端末を買うかはよく吟味してください。これから年末年始でさらに投げ売りが加速する可能性も考えられるので、まだ買わないという選択肢もありだと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。